40話の高すぎる完成度に手のひら返しが止まらない世間に対して衝撃が隠せないみんなの反応集。それではどうぞ。散々 PV の段階では後か言って叩いてた奴らがこぞって完成度やばい、間違いなく一番とか言ってるのも日本って国の終わりを表してると思うんだよな。めちゃくちゃわかる。それこそ先行カットの段階でかなり否定的な意見もあったし、海外2期のファンアートの方がよくできてるとかいうコメントまであったのにな。というかアニメの価値をそもそも理解してない人が一生懸命批判してるんだから、そりゃ意見も割れるよねって、まあ仕方ないことなんだろうなとは思うんだけどさ。そもそもだけど、結構称賛されてるし神回って言われてるけど、個人的にはあんまり刺さらなくて、作画のニュアンスが変わったのが嫌だったなって感じ。個人的にはマジで素晴らしい出来だったと思うんだけど、好みは分かれそうだなぁとは思ったかなぁって感じだったよ。季節の5話の時みたいな感じの印象だった。全く気にならなかったどころか、速度感とか BGM とか迫力って面で見ても、ここ最近見た中で一番好きだった。今後の呪術への期待が死ぬほど上がったな。好み分かれそうだなってのはめちゃくちゃわかる。動きとかも手書きっぽい原画に近いニュアンスだったから、嫌いな人はとことん嫌いって感じにはなりそうだなと思った。戦闘シーンの圧倒的な安定感とかももちろんだけど、全体的にナルトを超える作品がとうとう出てきたかーって感じ。めちゃくちゃ良かったし、ナルト好きの自分から見てもこれは過去一の神回と言ってもいいと思う。戦闘シーンの安定感に関しては正直ないなと思ったな。線も全体的にガタガタしてたし、キャラがのっぺらぼうだったり、ナルトは見てないけど、これを過去一の神回は違うと思う。結構海外とか日本の反応を見てても、ナルトを超えたとか新しい時代が来たとか、マッパを称賛するコメントがいっぱい溢れてて本当に良かったなと思った。正直いいのか悪いのかは置いといて、気になる部分があったとしても迫力で最後までゴリ押してたからいいのかなとは思ったな。このクオリティは単純にすごい。ビッグタイトルを抱えすぎて、いろんな人からいろんな声が上がってる中で、こうやって実力で黙らせていくところがマッパの素晴らしいところだと思うんだよな。気になるところは確かにあった。でもそれ以上に声優さんも演出もしっかりされてるし、作品やこの話にかけてる熱量がガンガン伝わってきて最高だった。この話を神回って言ってる人たち本気で言ってるの。定期的にのっぺらぼうは入って、手抜きの演出もあるし、作画に関しても線はガッタガタだし、節穴かよ。のっぺらぼうに関しても、別に今回に限った話じゃないし、このアニメに限った話じゃない。それ以上に動きや演出が視聴者の期待値を上回ってたのは事実だと思うで、言いたいことはわからんでもないが、正直今回に関してはこういう逆張りおじさんの意見は浮いて聞こえるな。演出が素晴らしいとか、すごかったとか、かなりいいって評価されてるみたいだけど、個人的にビルが溶けるとことか情報盛りすぎてるイメージあったけどな。アミオリがやりすぎってのは確かにわかる気がする。結構スケールでかかったせいで、いろんなパワーバランスが崩れてるなぁとは思ったから、今後どうするんだろって感じ。4トントラック蹴りで吹き飛ばすパパブロとかネタだろあれ。全体的に盛りすぎだし、速度感と力加減が全く分かってない盛られ方してて、個人的には残念だったわ。めぐみとパパグロの戦いは通常の3倍くらいの尺を取ってかなり盛られてたし、原作にないところまで完璧に保管してできてたと思うから何の文句もないわ。マジで素晴らしい。誰が何と言おうと間違いなく神回でしょ。これは文句のつけどころが出てこないくらい安定してたし、圧倒してたし、感動したわ。リアルタイムで見れて幸せだった。毎週すごいなぁ。で、特に批判はもちろん、逆に言うなら特出した称賛も出てこない。何もわからず楽しんでる人間だけど、そんな私でも今回は神回だってわかった。好きな人はとことん好きな神回だと感じてるし、そもそも作画が受け付けなかった人は苦手な回だなって感じてるし、
評価はバラバラだったね。めちゃくちゃ神作画で神演出で素晴らしいなと思ったけど、戦闘の速度が速すぎて何が起こってるのかわからないわ、確かになぁと思ったな。めちゃくちゃ良かったけどね。何が起こってるかわからないくらい目まぐるしい戦闘があの二人の中で行われてたんだなと思ったら、まだ納得はできるけどって思うけど、どうなんだろう。もし仮にあの二人の中ではそれくらいの速度感の戦闘が行われてたとしても、それが視聴者に伝わらなかったら何の意味もないじゃんとは思うけどな。情報が強すぎてこれもう敵いなくねえか。なんか当たり前のように炎のガトリングみたいなの撃ってたけど、もう渋谷事変情報だけでよかったろ。これ強さ盛りすぎてインフレしてるがな。乙骨と情報どっちが強い問題結構話題になってたけど、今週見た後で乙骨が情報に勝てるイメージがまあ湧かないから、情報って強かったんだな。本当に全てにおいて大満足だし感謝しかないし、めちゃくちゃ感動して泣いたんだけど、一点だけあげるならパンダの、イタドリくん、は欲しかった。マジでこれ単純に疑問なんだけど、原作にない場所は保管してめちゃくちゃ素晴らしい完成度にするのに、そもそも原作にある部分をそのまま放送しないのはなんでなん。風が打つ時の画角が急に狭くなって、フィルムみたいな感じがめちゃくちゃ好みだったな。劇場版感が出てて最高に良かったと思います。劇場版ぽい画角での火力勝負がマジで激アツだった。あそこだけ画角をいじるっていう発想がもう天才すぎた。演出をしてくれる人が素晴らしい人でほんと良かった。今週マコラ来るかって先週の段階で言ってた人たちも満足できるようにマコラに木の足だけ出演させたの。本当に粋な計らいすぎて大好きですマジで。原作ではお気の良く素術師のところだけでそこまでは映ってなかったよね。純白のとても綺麗なマコラさんの足を見れただけでも最高ですわ。誇れお前は強いっていう優しい言い方も最高だったし、マジで声優さんの演技の素晴らしさにやっと作画と演出が追いついてきたって感じがしましたね。いきなり精神世界に入ったのは笑ったけど、あまりにも宿儺が優しく語りかけるもんだからもうってなった。気づいたら情報以上に大号泣かましてたわ。情報の涙の流れ方が本当に完璧で天才で、もう何にも文句ない。本当に素晴らしかった。アニメ史に残る最高の完成度を持った1話だったと思う。人間っていう地位を欲しがったから成功法を選んだけど、全てを捨てて燃やし尽くすタイプの敵じゃなくてよかったし、最後ちゃんと報われてよかったわ。パパグロの強さが死ぬほど盛られてたのマジでよかったな。めぐみとのラストの親子対決も最高だったし、正気を取り戻してから死ぬまでの流れがマジで完璧すぎた。今週でパパグロに対していろいろ思うところがあった人もみんなパパグロが大好きになったと思うんだ。マジで天才だったよ。最高でした。今回は以上になります。このチャンネルでは話題になったアニメや漫画についてのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので、興味を持った人はいければ高評価、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。